昨日、記録的な大雨が降った千葉県では水没した車の中に取り残されるなど合わせて9人が死亡したことが分かりました昨日午後1時前長良町の県道が冠水して車が水没し中に人が取り残されているという通報があり消防が救助に向かいましたがしかし水の流れが激しく近づけませんでした レスキューが2人来たんですけどその時はもう見えなかったんですあの車が水が引いたらもう屋根が見えてきてあ,あそこにいたんだと思って水が引いた後車の助手席から男性が見つかり病院で死亡が確認されましたまた長良町で男性1人茂原市で男性1人長南町で高齢男性2人が死亡しています千葉市緑区では 二か所で土砂崩れが起き、三棟の住宅が巻き込まれました。現場から見つかった四十代の女性と六十代の女性、そして六十代の男性が死亡しました。市原市でも土砂崩れに巻き込まれて重傷を負った女性が今日未明に死亡しています。